お疲れ様です。いつきです。弥彦競輪の方もとうとう準決勝となっておりますので、準決勝戦を楽しんでいきたいと思います。予想の方はメンバーシップの方で出しておりますので、予想が知りたい方はね、メンバーシップご登録お待ちしております。その予想が当たってるのか外れてるのか知る方法、チャンネル登録をしていただきまして、通知ボタンをオンにしてください。そうしますと、私が毎日当たってるのか外れてるのかご報告させていただきます。この前説が長いと言われる方がいているんですけれども、そういう人のために YouTube の説明欄に目次というものを出しております。そのモスク字の下に何レースというのが書いてると思いますので、まあ、お好きなレースまでね、スキップしていただく機能をつけておりますので、ご活用してください。12レース、並びの確認4番1番、4番の犬伏に1番の松浦、強烈ですよね。2番8番、2番の増木に8番の佐々木。2日目離れてしまいましたけれど大丈夫か、3963番の故障に9番の三谷、6番の村田ということで、9番の三谷故障についていければ大チャンス、7番の松井幸雄に5番の渡辺ということで、こちらも強烈ということで、まあさすがはね、 G1 の準決勝ということになっております。ここで4番の犬伏が先行できるのかどうかですよね。2番の増木がね、昨日の走りを見ている限りは、かなり犬伏を警戒して、まあ、犬伏封じに出るんじゃないかと。まあ、ただ3番の古性を向いてるだけにね、まあ、いかにね、古性の動きも封じるかというところがありますよね。7番の松井幸雄の出方もね、主導権を取るのか、それとも2番、8番ラインを逃がして、7番がこの3番手にいて、3番の故障のまくりに合わせて先まくりを打つなんていうね、展開になれば面白いなと。ということなので、2番と4番で叩き合う、7番と3番で1ね、どちらが前にいてるのかによって、まあ、このレースっていうのは動いていくというふうに考えております。じゃあ、誰から狙っていくんだということなんですけれど、私は2番、8番、もしくは4番、1番が逃げたときに、その3番手にね、7番がいてんじゃないのかなというふうに考えますんで、まあ、7番の松井幸雄のね、必殺の三角まくりからね、狙っていきたいと。そして抑えは、まあもちろん3番のね、故障からということになります。まあ1番の松浦の出来も悪くないですし、2番のね、増木の出来もピカイチということなんでね、まあどちらからも狙っていきたいんですけれど、軸は7番と3番、そこにね、1番と2番を絡めてというふうに考えました。まずは7番2番63倍、7番3番 53.6 倍といい配当ですよね。もちろん裏表ですけれど。あとは7番5番53倍、7番1番68倍、7番8番満車券、7番4番満車券ということになっておりますからね。まあこちらをしっかりと狙っていって。あとはね、抑えで。まあ3番9番でも15倍つくんですよね。3番2番はさすがに 7.3 倍ですけれど、3番1番 13.8 倍、3番5番が 43.6 倍ということになりますので、まあ、故障から入ってもね、結構いい配当かなと。まあもちろん、増木からでも、松浦からでもいい配当ということになっておりますので、まあ、準決勝戦、誰が勝ち上がっていくのか、しっかりとね、確認をして明日の決勝戦につなげていきたいと思います。それでは、スタートです。1番は静岡深谷智弘、2番青森新山恭平、3番長崎新井隆弘、4番神奈川小原大輝、5番福井寺崎恭平、6番徳島小川慎太郎、7番福島佐藤慎太郎、8番佐賀山田洋平、そして9番は京都村上博之、以上の9人の対戦。10レース準決勝スタートしました。歓声が上がります。まずは中から4番小原大輝、5番寺崎光平並んで出ましたが、前取り主張する形、両者譲りません。4番小原大輝と5番寺崎光平ともに並んでいます。そして内に潜って1番深谷智弘、こちらが誘導員の後ろ自ら取りました。4番小原大輝がここのマーク、そして6番小川慎太郎動いていきまして、まずは難関の3番手初手は選びそうで、5番寺崎光平は中段の今3番手内側、ここの位置はこだわりそうな雰囲気。
5番寺崎康平のマークが9番村上広い追いついていきました。難関の3番手はまだ決着を見ていません。6番小川慎太郎と5番寺崎康平並んだ体勢でしたが、北日本勢がその中段の後ろ寄りになりました。2周目2コーナーで6番小川慎太郎が3番手入ります。そして北日本勢の後に控えて8番山田洋平と3番の荒井貴弘の九州ラインです。前は1番深谷智弘、今年初の G1 決勝への勝負がけ、マーク4番小原大輝、二次予選 B は最後方からの追い込みを2着まで届かせてここへの勝負がけ成功。6番小川慎太郎、短期戦3番手、2走2連帯の活躍、運も実力の味方です。 G1 初決勝を狙う6番小川慎太郎、そしてその後になりました5番寺崎康平は中段の4番手、ローズカップは抑えられて7番手から巻き返せずというところでしたが、ここは落ちない一戦。追走する9番村上弘之は5年前の大会覇者、この年はグランプリを決定づける優勝となっていました。そして動いている8番山田洋平、口を伺える8番山田洋平に3番荒井貴弘、久々の G1 決勝へ、初日と同じく連携する九州勢に追ってくる格好になりました2番新山恭平と7番佐藤慎太郎。残り2周は九州勢抑えてきて、新山が3番手外の体勢から前を伺うがウィーンを救って1番深谷智弘。さあ深谷と新山の先手の打ち合いは新山が出てくる、深谷は慌てず3番手確保となりました。前受けから3番手奪い取った1番の深谷キープとなって、あとは8番山田洋平も射程圏の5番手、最終周回に向かいました。8番手になった5番寺崎康平が巻き返し9400の攻防だ。先頭新山、後ろ7番佐藤慎太郎、6高速合宿で5番の寺崎康平に合わせる、深谷智弘まくり合戦になっている。 200m を通過した北日本勢、外から5番寺崎康平と1番外は4番小原大輝、深谷智弘行ききれない、さらに外から9番村上弘之も追い込んでくる、先頭5番寺崎康平がゴール。熾烈でしたが5番寺崎康平、まずは準決勝戦白星、これで通算99勝目、5番寺崎康平勝って4番小原大輝好勝負に持ち込みましたが2着、3着4人広がって接戦、2番新山恭平残りました。1番は福井脇本雄太、2番山口清水博人、3番神奈川郡司康平、4番三重浅井康太、5番愛媛松本貴春、6番岡山川端智之、7番神奈川北井勇気、8番大阪稲川翔、そして9番は岐阜山口健也、以上の9人の対戦です。二次予選立て直しての勝利、号砲なりました。3番郡司康平と4番浅井康太、浅井が出てきまして、3番郡司康平2番手、8番稲川翔を並びかけていきます。4番浅井康太打ち目抵抗しましたがどうでしょうか。4番浅井康太誘導員の後ろ取るか、外目際どいところで8番稲川翔並んでいます。3番郡司康平並走の後ろ、前段はさあ近畿勢取り切るようです。1番の脇本雄太は現在5、6番手付近、2番清水博人も中段のあたりを伺ってきまして、9番山口健也が今は浅井の前に入ってきています。まだ誘導員の後ろは牽制模様、2番清水博人が誘導との距離を詰めてきて、こちらが正攻法となるようです。6番川端智之位置を上げて、ここの3番手には5番松本貴春中段の位置、9番山口健也、そして4番浅井康太のマーク、中四国3人前段布陣、中部勢が中段の 4、5番手となりました。8番稲川翔を下げていて、1番脇本雄太が2周目4コーナー付近では6番手に車をつけます。7番北井勇気と3番郡司康平、神奈川両者が後ろ攻めの展開で早くも残り3周、骨折明けの G1 シリーズですが現状の力は出せている様子の2番清水博人、後ろ6番川端智之、 G1 初決勝は去年のこの大会、5
5番松本隆春が中国勢の3番手となりました。2度目の G1 決勝を狙います。中段に中部勢9番山口健也は去年のダービー王で4番浅井光太、さまざまな角度から楽しめそうなおなじみの連携、中部勢が中段、後ろ攻めだった神奈川勢が動いていて脇本と並んできました。脇本と期待、後方で並走の状況、期待と3番郡司浩平、神奈川ゴールデンコンビが8区番手外並走から残り2周回でまたさらに車を進めてきました。脇本優太君この時現在8区番手、近畿勢は後方です。清水が期待を突っ張るような動きでしたが神奈川勢が出ました。1番脇本はジャンマイバック、まだ8番手、山口健也は現在6番手、中段を除いています。期待のマイペースか、期待が先頭、郡司が2番手、3番手清水博人、中国勢が3番手から5番手占める格好になりまして、あと9番山口健也が中段の後ろ、最終周回1列、期待勇気が先頭です。後ろ3番郡司浩平、迎撃態勢に入った。8番手から1番脇本優太、まくりは現在中段をかかってくるが期待が先頭だ。8番手から一気の加速、1番脇本、そこに対応しながら郡司浩平と最内からは5番松本隆が追い込んできましたが落車だ。1番脇本優太が一気に突き抜けて後輪、威力絶大のまくり、1番脇本優太2連勝。お知らせいたします。ただいまのレースは審議いたします。11レースの準決勝戦、審議が行われます。1番脇本優太が8番手まくりを鮮やかに決めて、この雨のコンディションもものともせず、5番選手が落車した件で最終周回第4コーナー付近における3番5番選手の走行について審議しましたが、落車は3番5番選手の動きがある中で接触し発生したものであり、どちらか一方に席を求めることができないため、それぞれ失格するまでには至りませんでした。1番は広島松浦裕二、2番栃木増木田久美、3番大阪古生優作、4番徳島犬伏優也、5番福島渡辺幸則、6番兵庫村田正和、7番神奈川松井光雄、8番群馬佐々木勇気、そして9番は奈良三谷翔太、以上の9選手です。号砲鳴って12レースがスタートしました。2番増木田久美、そして8番佐々木勇気、呼吸を合わせて関東勢出ました。3番手1番松浦裕二、その後ろは3番古生優作、7番松井光雄、位置を上げにかかります。7番松井光雄の位置取りやいかに、今増木田久美の外並走となっていまして、中段もしくは前段狙いかというところですが、増木が主張して関東勢前の位置、1番松浦裕二3番手となりました。伺った7番松井光雄下げています。1周目4コーナー回りました。2番増木田久美が前受けです。追走する8番佐々木勇気、ローズカップで連携した2人がこの準決勝戦でも連携となりまして、関東勢の後を追って中四国勢は4番犬伏優也、中段前の位置迎え入れて、今年初の特別競輪決勝進出狙います1番松浦裕二、こちらがマーク、そして3番古生優作は中段の後ろ、静かに5番手を追走しています。古生マークとなって9番三谷翔太、まだ見ぬ G1 ファイナルの景色へ、古生の直マークとなって6番村田正和、近畿の3番手、二次予選 A4 着権利はまさに村田の1ミリで勝ち取っています。残り3周を切りました。後ろ攻めが南関東北勢、7番松井光雄8番手となっています。二次予選 B では痛快なまくりで完勝、2日目1着の1番時計、7番松井光雄に弥彦バンク5連勝できています。昨年この大会表彰台5番渡辺幸則がつけました。2対2対3対24分線は7番松井光雄から動きまして、赤番のホームへ前受け、2番増木田久美、忍び寄って同期7番松井抑えて先頭に来て、3番古生優作、南関東北勢に
追い上げて3番手に来ました。犬伏8番手、増木は下げて6番手です。先行体制7番松井幸雄、残り1周半。そして中段後方は牽制含み、2番増木が6番手の位置から発進の気配なのか、ホーム入り口からスパートする2番増木、同期の7番松井幸雄と熾烈な踏み合いとなりそうだ。さあ7番松井幸雄突っ張る、増木が追いすがって、この後ろから中四国勢猛反撃、3番高所優作は中段打ちかぶりになった。さあ前は7番松井幸雄、増木匠外から踏んだ8番佐々木勇気、犬伏交代で、あとは変わって3番高所優作、大外は1番松田瑠璃と相手5番渡辺幸成だが、8番の佐々木勇気だ、大金星降臨。113期2人のもがき合い、長く長く続きました。松井幸雄と増木匠、この争いを外から踏んで混戦を立った8番佐々木勇気、 G1 初決勝。そして中段は完全に前壁となっていた3番小所優作、切り抜けながら意地を見せて2着、その後3着どうでしょうか、うちの5番渡辺幸典か。はい、それではね、12レース振り返りをいきたいと思います。2番の増木がスタートを取ってと。さあ、こうなってきますと、4番、1番ね、かまし頃のタイミングにはなると思うんですけれどね、勇気を持ってかましていけるのかどうか、犬伏。さあ、故障の位置取りはどうなっていくのか、松井幸雄の仕掛けはというところでね、見応えたっぷりの準決勝。ここはどう動いていくのかと、まずはね、7番の松井幸雄が鼻を切っていくと、2番のここでね、増木がどうするかですよね。うまく位置をキープできるのかどうか、ただそこについてきているのがね、3番の故障ということに、ね、なってきますんで、まあ、故障相手には増木さすがにね、粘らないということで、ただ4番のね、犬伏が甘いんで、増木がね、いいとこ入ってますよね。さあ7番もね、ジャンが鳴っておりますから、この辺りからね踏み込んでいくと、まあ、4番の発進を制しながら2番のね増木も仕掛けていくということに、ね、なります。これにまあ4番乗っていく形になるんですけれども、さあその上をね行こうとするんですけれど、まあさすがにね、うん、7番と2番のもがき合いの上をねまくっていけるのかというところでね、ここでね、うん、8番がねまあ自らも出ていったというような形ですよね。そこに3番がうまく切り替えて、このね、卒のない動きが故障の強みですよね。あれと、1着は取れてなくてもしっかりと準決勝権利取りは取っていくということで。さあ、これで決勝戦ですけれど、寺崎、脇本、古生とね、おそらく並ぶと思いますけれども、ローズのような戦い方をするのかどうか。まあ、敵もね、メンバーは変わっているということがありますんで、多少作戦は組み立ててくるんでしょうけれども、さあ、明日のね、決勝戦が楽しみになっていると。この後は決勝戦のね、予想の方を組み立てていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。明日の決勝戦でお会いしましょう。お待ちしております。